申し訳ねえっす。汗ダクダクでね、喉カラッカラなんでね、先にプレモル行かしていただきます。第一、お疲れ様です。ああ、うまい。今日も幸せをかみしめる一杯だな。それがもう最高。今日はね、気温が上がったんでね、ビールがうめえっす。枝豆でもいきますか。今日はね、枝豆でね、プレモルいっぱいやってから始めたいと思います。2本目はサントリー生ビールトリプル生ですね。そういうわけでですね、改めましてカブトです改めましてすいませんね、いつもねグダグダでね。今日は第六夜市に来ております。今日はですね、以前に強風でね撤退しました第七夜市に行く予定だったんですけれども、雨予報だったんでね、増水の恐れがありますんでね、比較的安全なね第六夜市に変更しました。この第六夜市はですね、本流から分かれた支流のね河原なんでね、増水の危険性はねそれほどないと思うんですよね。まあ 100% 安全っていうことはねないですけれどもね。ではでは、そろそろ始めましょうか。ただいまの時刻3時42分、気温 27.9 度になりましたね。設営完了です。いや今日は暑い。ビールがうめえっす。今日はね、ご視聴者の皆様にねお詫びがあんすよね。それは何かと申しますとですね、前回の動画ね長くて本当に申し訳なかったっすね。30分を超える動画ってちょっと長いですよね。ご視聴していただけるのはね本当ありがたいんですけれども、飲んで食って寝るだけの動画でね、皆さんのね貴重な時間をいただいてるっていうのはね本当に申し訳ないと思っております。なので今回はサクッといきますんでよろしくお願いします。編集ベタで申し訳ありません。もうちょっとねビール飲んだらね、今回のねルームツアーの方ね行きたいと思います。まあルームツアーっていうほどのものじゃないですけれどもね。それではルームツアー行きましょうかね。今日は自称夏の八重最強テントのホールアースのアーストリッパーをチョイスしました。キャノピーはね日よけ対策で変形張りにしてます。このねキャノピーの変形張りはいいですよ。日よけにもなりますし、雨の日は雨水の流れも作れますからね。今日はインナーはなしですね。シェルター風にしております。寝床はですねアルパインデザインのローコットにいつものアキレスの六つ折りマットレスと夏用のね中華製のシュラフの組み合わせですね。こんな感じでオーバーナイトしたいと思います。高価なギアはないですけれども、以上ルームツアーでした。ただいまの時刻4時31分、気温がね 32.4 度になってますけど、32.4 度も
寝すからね。いくらなんでもね。何かちょっと作っていきましょう。エリンギね。オリーブオイル、味付けイカ、バターいきます。赤唐辛子、醤油少々ね、おげい、完成しました。イカとエリンギのバターソテー、バターと醤油の香りがやべえす。それではいただきましょうか。今日はねビール一択ですね。次はねアサヒザ・リッチ贅沢醸造。いただきます。エリンギってみますからね、これね。あ、染みてるよ、染みてる。イカいってみます、これね。柔らか。うん。今日はね、午前中雨だったんですよ。雨上がりののでね、こういう小料理でね、ビールをいただくっていうのはこれね、最高ですね。今日も楽しくなってきた。今宵も楽しくなんだろうな。エリンギおかわり入りました。ただいまの時刻6時4分、気温 21.8 度ですね。ちょっとね、小腹空いたんでね、メスティンを給水しておきましょうね。オリーブオイル、
ニラ野菜炒め用ミックスね。ニンニクね。ご飯が進むサバのキムチ煮ね。ここにね、味噌オイルね。これがね、またいい味が出るんですよ。サバニラ炒め完成です。レバニラじゃねえすからね。名前はかすってますけども、サバニラですからね。そこんとこよろしくお願いしますよ。それでは飯に行ってみましょうかね。おげい、今宵もメスティーはご機嫌だぜ。いただきます。さばいてみましょうか。これね、よし、ワンバンツーバン、あ、うまっ。よし、これはうまっ、うまっ。これまたやばいもの作っちまったな。これサバニラ炒め、うん、ビールがねえじゃん。ゴルフ行きましょう。定番中の定番ですからね。しかしこのサバニラ炒めうめえな。うん、ネーミングがいいでしょね。レバニラじゃなくてサバニラですからね。それがもう丼にしちゃうね、これね。サバニラ丼こんな感じでね。うん、最高。これもんですよ。ただいまの時刻7時52分。気温の方は23度ですね。今日の締めはですね、パスタいきます。キューピーのあえるパスタソース、きのこバター醤油ね、鶏肉の和風仕立てです。これで上がります。サバニラ炒めでね、この味噌汁使ったんですけども、今ちょっとね、油ブームなんですよ。油マイブームなんですけども、次はねパスタにこれ入れていこうと思ってるんですよね。牛タンラー油、これねいい味が出ると思うんですよね。楽しみです。それでは盛り付けていきましょう。
牛タンラー油ね。そしたら卵をね、刻みネギね、パラパラパラとね、ちょっとピリ辛が好きなんでね、赤唐辛子をパラパラパラと。完成しました。きのこバター醤油のパスタ、トッピングに牛タンラー油と卵ですね。素晴らしい。いただきます。あ、そうだそうだ、まずはビールでね、口の中を整えてから。あ、整いました。行ってみますね。卵を潰しまして、牛タンラー油と混ぜて、これもやばい。うん、今日作ったもん全部うまい。うん、パーフェクトだね。こうなるわけですよ。うまい。あー、ほんとうまいわ。ごちそうさまでした。やっぱり締めのパスタはいいな。ただいまの時刻8時41分、気温 25.4 度ですね。今日はね、風もないんでね、絶好の焚き火日和ですね。焚き火を眺めながらね、もうちょっとね、ビール飲もうかな。まったりタイム用のチーズ買ってきましたから、ピリ辛ごま油風味いいっしょ。こんな感じでね、ラスワンのゴルスタです。皆さんとはね、ここで一旦お別れです。それではおやすみなさい。また明日。おはようございます。もう明るいな。うぐいすがすごいな。朝から何時だ。4時11分、気温 16.3 度。起きちゃおうか。コーヒーでも入れますか。すがすがしい朝です。快晴ではないんですけどね、気持ちいいですね。ただいまの時刻5時16分、気温が 16.2 度ですね。それでは朝ごはん行きましょうか。
今日の朝ごはんはですね、買ってきましたよ。天下一品のね、スープね。これ天下一品フリークにはたまらないでしょ、これ。今日はね、このスープでね、天下一品餃子鍋を作りたいと思います。ぶなしめじね、あとはね、野菜炒め用ミックス、黒豆もやしね。でメインの餃子ですね、野菜餃子。朝なんでね、ヘルシーに行きましょう。しめじ、水はこのぐらいか、純米だからね。で餃子を入れていきますと。よし、行ってこい。霧がかかってきましたね。幻想的です。そろそろ鍋いいんじゃねえの。オープン。オーケー、完成しました。天下一品餃子鍋、いただきます。餃子ね、洋椅子のさえずりを聞きながら朝鍋。やっぱりソロキャンプって最高だな。ああ、うまっ。あちゃあちゃあちゃ、あっつ、おお、あっつ。朝から鍋ってどうなのって思うでしょ。逆にね、朝だから鍋なんですよね。鍋料理って具材を鍋に入れてね、火にかけるだけなんでね、簡単なんですよ。キャンプの朝はね、おすすめですね。でも夏はやんねえ方がいいですからね。やべえくらいに暑くなりますから。締めはね、これいきますね。鍋用棒ラーメン。マルタイのね、鍋用のラーメンですね。煮込み3分、味一流ですからね。完成しました。天下一品のスープで作るマルタイ棒ラーメン。トッピングに卵と刻みネギです。いただきます。卵を崩して、うわうまそう。やべえなこれ。スープを入れて、こんな感じでね、なんかこってり感伝わります？うまっ。
ごちそうさまでした。うまかった。ご飯も食べ終わったんでね、またグダグダしてるとね、動画長くなっちゃうんでね焚き火が落ち着きましたら撤収の準備に入ります。ただいまの時刻6時42分気温 21.4 度ですね。撤収完了です。今回はね、雨予報だったのでそれなりの装備で来たんですけれども、急に天気が変わりましたね。まあアウトドアではねよくある話なんですけどね、今回ねアストリッパーインナーなしでねシェルターとしてね使ってみたんですけれども、移住空間が広くて快適でした。これからの季節の野営はねアストリッパーの出番吸えるのかな。それではまた次のフィールドでお会いしましょう。カブト TV でした。これからの季節の野営は山の方がいいかもね。河原は暑いぞ。間違いねえっす。